こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています、板橋由香です。うさぎとお揃い四角はぎの買い物バッグ兼クッションの2回目です。前回このピースワーク部分、こちらを作りました。今日の1番目の作業です。バッグの下部分にベースのデニムを縫い付けます。で、このバッグの下側になる部分、ここに生地を縫い付ける時なんですけれども、この場合はデニムの生地側に合い印をつけてから縫い合わせをします。前回のピースワークの時にこの外側、このピースワークの一番外側に来る三角形の生地は、柄の向きがないものに関してはこの一番外側を縦地を通しておくと、伸びずに仕立てられますというふうにお話をしたと思うんですけれども、こういった生地と縫い合わせをするときにどうしてもピースワークをした部分の方が縮んでいることが多いので、仕上がりサイズとこう縫い合わせていたときにずれてしまう可能性があります。ずれてしまうと歪んでしまうので、この生地を取った時に必ずこの裏側に合い印をつけてから縫い合わせをするようにしましょう。今日の2番目の作業です。ベース部分にデコポッチでお好きな生地を貼り付けます。デコポッチは布や紙を好きな形に切り抜いてアイロンで接着できるシートです。強力両面アイロン接着シートというふうに書かれています。こちらです。もちろんお洗濯もできます。で、こちらの詳しい使い方は以前の別の動画でご紹介していますので、よかったらそちらをご覧ください。今回もちょっと簡単なご説明はしていきます。で、このベースの部分に前回作ったこのうさぎのクッション、このうさぎのクッションを超ミニサイズでデコポッチします。ちょうど色違いの黒の方、こちらは2匹終わってるので、こんな感じでデコポッチでうさぎをつけていきます。で、この小さなサイズ、このサイズでこのカーブ、この角度はアップリケが本当に大変です。でも、切りっぱなしで接着できるデコポッチだったら綺麗な形で、つけられます。ということで、こちらがすでに裏側にデコポッチしたうさぎさんですね。で、こうなる前は使いたい生地、こちらの裏側に先ほどのデコポッチシートをアイロンで裏側に接着します。で、使いたい、こう切り抜きたい模様をここに直接鉛筆で書いて、それに沿ってハサミで切ればこちらのようになります。例えばお子さんが描いたちょっとこう簡単な絵ですとか、それからそうですね、アルファベットとか、そういったちょっと、実際に生地を周りをこう畳みながら、縫い代を畳みながらアップリケするのが大変なものなどは本当にこれとっても綺麗にできるので楽しいです。で、このようにうさぎさんの形に切り抜いたものをこの裏側のデコポッチフィルムシートを剥がしていきます。で、この生地の裏側にはすでにアイロンで接着するのりがついた状態になっています。で、このままではくっつかない、もう本当にそのままだと本当落っこってしまう、ちょっとペタペタするなぐらいの状態なので、触っても大丈夫です。で、これを接着した位置
ちょっと軽く印をつけておいて、この状態で接着するときには特に当て布などはしなくても大丈夫です。で、これをアイロンで留めていきます。アイロンの温度なんですけれども、布側に接着するときとこちらがこの状態で実際に貼り付けるときでちょっと温度が違います。今この貼り付けている状態は高温でという感じになるので、そういったことも詳しくは別の動画もしくは商品説明の方を見ていただければと思います。で、これで接着ができました。もうくっついた状態になっています。で、これがバッグのこの下側にうさぎさんが来るという感じですね。で、黒の方はもう2匹ついてるので、こういった形で左右対称に生地は変えています。こういう感じですね。で、ちょうどこの真ん中が少し空いているので、うさぎさんの好きな人参を刺繍しようかと思っているところです。ちょっと葉っぱがまだついてないんですけども、だんだんに刺していきたいと思います。ということで、ちょっと合間にお好みで刺繍とか、そういったものをしてみましょう。今日の3番目の作業です。キルティングをします。デコポッチが終わって、で、刺繍、それから何か他にここにつけたいものも全部つけましたら、キルトラインを全体に描きます。描いたら裏側に、キルト芯を当てて、今回バッグなんですけども中袋別でつけますので、当て布はなくて大丈夫かなという大きさなので、トップとキルト綿をしつけかけてキルティングをします。ここで今日のポイントです。デコポッチのワンポイントで楽しさアップ。今回はこういった小さなうさぎさんデコポッチしました。で、前の時にもご覧いただいたかもしれませんが、キャンバス地とか、オックスフォード地の綿100のものでしたら、こういった靴などにも好きな形に切って接着することができます。針と糸では難しい形でも簡単にできるので、バッグ、それから先ほど靴もご覧いただきました。それから帽子、Tシャツ、いろいろ楽しめますので、ちょっとはぎれが余ってしまったり、この生地大好きだから何かバッグの他にも一緒に身につけたい、そういった時にはぜひ使っていただけたらと思います。今後もこのような形でパッチワークキネットに関する情報や手作りに関するさまざまなことを発信していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。チクチク針仕事で癒されましょう。ハバハッピーキューティング。刺繍はちょっと慣れないので大変ですが、刺してると本当に楽しいです。人参に見えるように頑張って刺したいと思います。